遊び心がたくさん。夜になるとなんか痛いの知れない。フクロウかにゃ。ミミズクかよくわかんないけど泣いております。蚊も入ってきて。鍵盤も先生も。ウェットティッシュで拭いております。ゼルに25番。で、自己スタートなの。ゼルニー26番、この曲も非常に広い範囲をカバーするとても集中を要する練習曲ですが、ジドーネバーアレグロコンギャロップ。ギャロップとは踊りのようにギャロップギャロップギャロップ楽しくギャロップという曲もあります。非常に音域の広い範囲をカバーしますが、シャープ2つで2長調、シャープがつく順番はファドソレダミシ、長調で言えばトニーホロヘハ長調です。フラットのつく順番はシミラレソドファ、長調で言えばヘロホイミトハ長調になります。ゆっくりネバネバ、非常に音域の広い範囲をカバーします。ゆっくりゆっくり練習すれば必ずできるようになっております。諦めないでネバネバ、噛めば噛むほど味が出る。スミカタコ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 あタコ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 の足は何本かにゃ。子供たちの好奇心や疑問にお答えできるお子ちゃまピアノレッスンでございます。
今日は徹子の部屋へようこそを最後にお届けいたします。徹子の部屋のテーマ曲、早速耳コピでお届けいたします。そんなテーマ曲、日頃いろいろ弾いていますと、徹子の部屋へようこそ、テーマ曲も楽譜にすることができます。即興とは、日頃いろんな曲を弾くことでおかずを入れたり、簡単な曲を即興演奏でできるようになるんです。基本が身につくとたくさんのメリットがあります。コード進行にも循環コード1625、順次進行カノンでおなじみです。ドシラソファミレドとルートの音が下がります。いろんなコード進行、順次進行に1625は循環コードです。1451、1551というシンプルなコード進行も、簡単なコードネームを覚えるとあら不思議、いろんなバリエーションで弾くことも可能です。先生も毎日いろいろ楽しく学んでおりますが、子どもたちは音楽は楽しくなるようによく歌いながら、ドレミの音名で歌いながら弾いてみてね。先生の真似をして、これがソロフェージュをつける方法です。よく年を取ってくると耳が聞こえにくい方、これも先生もよく耳にします。皆さんも人に優しく、完璧、人にああしなさい、ここはできたの？できなかったの？では皆さんシュンとすると思います。完璧は少し控えて、優しい言葉がけをしてあげましょう。先生も知らない人でも、大変そうですね、重たいですね、などと、知らない人でもこれから暑さが増しますので気をつけてくださいね、とも声がけもできます。皆さんも無理をしないで、できたところを見つけてあげましょうね。それではまた、バイバイ、バイバイ。徹子の部屋のテーマ曲と鶴にお届けいたしました。